どうもこんばんは、フラメンコです。ホグワーツレガシー続きやってきます。で、今回は、サブストーリー回ですね。いわゆる、はい、メインクエスト今2つ出てるんですけど、このね、シャープ先生の課題、新しい呪文を手に入れる、課題と、あと目の前に今来てるんだけど、ピピンと話して大変な配達っていうね、サブストーリーもあるんで、今日はね、この2つ、のサブストーリーをやっていこうかなと思います。まあ、時間がね、もし短かったら、まあ、どっちかストーリーをね進めようかなという感じで、とりあえず今ね、ピピンの魔法薬店の目の前にいるんで、とりあえずお使いクエストなのかな、これは。どうもー。いや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 、見ていってくれ。買い物じゃなくて、そう、配達。どうもピピンさん、もしかして配達ですか？そうだ。そう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 。キーンブリッジ。キーンブリッジへ行くのも知らない地名だ。ホグワーツのすぐ南ちゃんと何を配達すれば出せよ。ファティマローは金を透明薬を注文されてるんだ。透明薬。前は自分で言ってたんだが、最近は行くたびに言い争いになってね。やだ。商品の品質に文句を言うんだ。あ、やだね。頻繁に注文して調合の時間を与えてくれないのに、どうやって品質を維持しろって言うんだ。なるほど、ちょっと正確に難がある人なのか。新しい仕事を可能にこなしてくれるなら、ファティマからもらう。はいはい。マジで全額？君に全額渡す。全額？え？あなたにあるのか、そういうメリットが。まあまあいいか。じゃあ全然ね、配達料全部くれるんだったらやりますよ。気難しい人とは関わりたくないですが、いや本当だ。気難しい人なんて近づかなければ近づかなければ近づかないほどいいからな。困らせられないことを祈るよ。了解。彼女も腕のいい魔法女性か。正直言っていつか魔法薬のレシピ本を見てみたいよ。なるほど。魔法薬の学者としてはとても優秀なんだけど、いかんせん正確に何があると。やだー、最も嫌なんだけど、そういう人が。まあいいや、とりあえずじゃあ、ホグズミードの中だと、どけ。ほうきに乗れないんで一旦離れるんだけど、待てよ、こんなことより近場に飛べないか、ワールドマップから。まあきっとね、これは新しくほうきに乗れるようになったから出てきたクエストだと思うんだけど、うわぁ、でもすごいよ、ここ。え、何ここ。全くもって行ったことない、ここ。アランシャイヤ。アランシャイヤだって。これはもう、あれだな。ホグズミードから出て、はいはいはい。全部行ったことないじゃん。全然行ったことない場所だ。うわぁ、大冒険かもしれない。この場合はもう、ワープするんじゃなくて、飛んでった方がいいな。むしろ。ちゃんと、ほうきを使って。よし。これで、ただ、ホグズミードの中には入れないので、めんどくせえな、この仕組み。回っていくか。とりあえず。大回りしていくんだけど、なってるよな？ちゃんと、地面に、地面というかマップに、道は、書いてあると思うんで、ここら辺から行けばいいのかな？南ホグワーツ地域。とりあえずうわっ、うわ、危ない危ない、危ねえ。うわ、真下敵めっちゃいるな。うわ、わ、わ、めっちゃ声するし。なにここ、やばいやばい、ちょっと、落ち着け落ち着け。やばい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 、なんかおる、なんかおる、なんかおるけど、下が見れないんだよな。声だけ聞こえる。飛んでっていいのか、これ。歩いた方がいいんじゃないか、むしろ。まあいいか。とりあえず、飛んでいくんだけど、これこの上か。徒歩で行く道。書いてあったのはこの、うわ、線路じゃん。え、これってあれか。うわー、作中でもホグワーツに向かう列車が通ってたとこだ、多分これ。こういう道もちゃんとあんだ、この時代から。いいね。ここ沿って行って、沿っていくと多分新しいワープ地点が出てくると思うんで、ういーいいねー。うわ、でっけえ牛、でっけえ牛くんいる。おいー、あ、やべ、これ過ぎた。あ、そこか。あー、一直線で来ちゃった。ここがなんていう村だ。あー、すげえすげえすげえ。え、結構広いな、この町。なんだ。ちょ、待て、なんか今すごい声聞こえたけど。あ、墓地なんだ、これ。墓地だね。墓守のおっちゃんとかいるかもしれない。お、羊くん、やっほー。で、ここが、ファティマローマンがいる、なんとかブリッジ。
解放して。キーンブリッジ。おう。いつも遅いのよね。うわ、いた、あいつだ。いつも遅いのよねとか言ってる。でかい町かと思ったけど、大きい家は3軒ぐらいしかないな。とんでもねえ村だわこれ。え、待って待って待って。待って。これ何これ何これ。すごい。一点だけ雨降らせたりするんだ。絶対腐るやん、ここの草。あんま水あげすぎても良くないよ。うん、まあ草によるけど。草というかね。いつも食物とか作物によるけど。よう、ローワン。持ってきたよ。JPP の魔法薬の配達員フラメンコです。自分の仕事を子供に任せたわけ？おい、まずはありがとうだろ。てめえこら。まずは感謝が先だろうが。いや、違いますね。答えなくていい。どうせあの人より上手にできたでしょうか。なんだこいつ。だったらなぜ買ったんですか。あなた。品質が気に入らないのに、なぜ注文してるんですか、あなた。どうやら姿を隠したい客がどんどん増えてるみたいでね。あ、需要はあんだ。口出ししないけど。なるほどね。質のいい製品を提供しなくちゃならないというプレッシャーがかかってるのよ。ケチな商人と違って私は客の満足度を重視するの。おい、ピピンさん、こいつ本当に腕のいい腕のいい、なんだ、魔法薬師なのかこいつ。全然、なんだ、もう売って客が満足すればいいと思ってるやん。自分の技術とか全然考えてないタイプやん、こいつ。そう簡単に終わらないわよ。いや、終わらせてくれ。客を騙そうとするの知ってる？え、品質を落としてでも手を抜いて利益を出そうとするのよ。ピピン、魔法薬がちゃんと効くと証明するまでお金は出さないわ。いや、でも3つしかないんすよ。いや、別にいいけど、まあ、気は進まんけどね。気が進まないですが、しょうがないな。どうしてもというなら。え、ピピンさん、もしかしてはめた俺のこと。どうするん、これでなんかめっちゃ辛かったら。どうしよう、飲むか一旦。どう、あ、やっべえ、噛みつき、噛み噛み白菜投げちゃった。嘘、噛んでもいいよ白菜。こいつのこと透明薬なんか持ってる。あ、持ってるな。しかもちょうどよく4つ持ってるわ。いただきます。なんじゃねえか、透明にな。おい、ピピンさん、ちゃんと聞くじゃん、うん、まあよしとしましょう。聞きつけやがって。この魔法薬にそれほどの需要があるなら、もっと楽できるんじゃ。例えばあなたのレシピと技術で作るとか。作れんじゃないの、腕がいいんだったら。まさか、あの役立たずは何もせずに店を与えられたのよ。役立たず、私たちは苦労した。注文しといて。私が苦労と根性で手に入れたものをあいつにやるもんですか。失敗したって知ったことじゃない。あれ、話が噛み合ってる、これちゃんと。姿を隠したいお客が増えてるとか。まあまあ物騒だね。どういうことですか、うん、敵が増えてるから、まあ、全員ってことなんだろうけど。はいはいはい。うちに来る。おい、ローは俺まだ聞いてないぞ。ありがとうのゴムシよ。今聞いたことは忘れた方が。感謝された曲がないぞ、ローワン。なあ、ローワン。わかりました。ピピンさんには配達したと伝えます。そうしなさい。たった一言やて。おい、ありがとうの、もうか、なんだこいつ。もうありがとうございました。いえ、ありがとうぐらい。おい、人間なら感謝って大事ですよ、人間にとって。だこいつ。インセンディオ。気に入らねえわ。感謝ぐらいしろっつうの。もうこいつの畑全部燃やして回ろうぜ。燃やそうぜこいつの畑。まあいいや、じゃあ帰るか、ピピンさんの元に。いやー、ほん、あ、なんだこれ、何これ、なんかあるけど、これ触ったりする。アクション。いや、特に関係ないのか。んだよ、ローマン、あいつ気に入らねえ。ありがとうってな、別に簡単に口から出せばいいだけの言葉だと思うけどな。まあいいか。まあまあまあ、配達をしたね、配達した金額だけはわしのものと。うん、全部よこしないよ、ピピンさん。力になれることがあれば相談に乗るよ。いや、ピピンさんの方がよっぽど真面目な感じするわ。届けてきました、ローマンさんに。ローマンさんに薬を届けてきました、うん、あいつ。それはよかった。で、何か言われなかった。いや、逆だな、むしろ何の感謝もなかったわ。行きたくなかったのは分かります。本当に、いや、分かるわ。そうな人です、ね、気持ちわかる、ピピン君。手伝ってくれて本当に感謝してるよ、うん、いやいや、片付いてよかった。じゃあ、ください。魔法薬を届けるだけのはずが結構大変でした。もう少しお礼をください。さあ、ちょうだい。交渉とは商売上手だな、うん、いいだろう、交渉は増やそう。あ、追加でもらっちゃった。いや、失礼、それは。魔法薬作り頑張ってください。頑張ってね、ピピンちゃん。これでいくらもらった。クリアして帽子をゲットし、あれ500円。やった。
った500コインもらっちゃった。いやでもこの500コインね今すぐ落とすからピピンのお店に今すぐ落としていくから安心してピピンちゃん。ね、なぜならもう一個のシャープ先生の課題がまたね、あ、透明薬はクリアしたんだ。よかった。じゃあ、雷調合薬を手に入れて使用する。敵に対してか。オッケー、書いてあるんで雷調合薬をここで買いましょう。今日は何をお探しだい。多分あると思うんだけど、エデュラス透明薬あった。これ1000円、ちょっと気に入らないな。レシピ1200円。あーどうしよう。自分で作れるようになった方がいいかな。でも作るのめんどくさいな。もう買おうぜ。買おっちゃおうぜ。買っちまおうぜ。いい金に物を言わせて。どうも。はいはいはい。500円もらって1000円落としていく。お別れだ。オッケー了解。じゃあ雷茶500をね手に入れたんで。なんだ？ごめん、なんか瓶思いっきり蹴っちゃったわ。ピピンごめん。まあ使っていくか。敵にね、うん、手には入ったんで、まあね、敵に出会うとしたらやっぱりここでしょ。禁じられた森。うん、さあやってきた。間違いなく夜の禁じられた森はね敵がいるはずなんで、とりあえず雷チョコをセットしときながら敵にね出くわしたら使っていきましょう。真っ先に。そうだな、新しくね自分の魔法デッキとかもね いろいろ入れ替えたんで、それを見せつけたいなみんなに。あのね、あの才能をね開花させまして、私のエクスペリアムスでね、あの敵をね乗ることができるようになったんでどんどんね呪いの魔法使いに近づいていってんだけど、いたね野犬が。あいつ敵か。うん、エクスペリアムスで呪いをぶちまけつつ、あの私呪いをかけている敵に対して呪文をかけたら、あのそれ以外のね他の呪いをかけられている敵もダメージを受けるっていう、そういう能力を手に入れてるんで、それをねやっていこう。エクスペリアムス、あ、やべ、ない、危ない、危ねえ。そうそう、こういう回避もできるようになりました。でまずプロテゴしてスープ、これで呪っていく。ほら呪文がね1って、でも2か、2しか入んないのか。1ぐらいしか入ってないな呪いに対して。まあいいや、使っていくか一旦。雷、あれ使ったけど、あ使った、ナイス、いった、いってー、おーもう来い早く。インセンディオバイバイ。すげえ強え雷のポーション。ひどいことをしたね。ひどいことしちゃったけど、すごっ、うわすげえすげえ。なるほどね、飲んだらこれ周りに雷雲が発生してこのようにダメージが入るようになってんだ。強え。このやべ、レシピ買えばよかったかな。この薬めっちゃ強いじゃん。野犬の怪我を手に入れて、まあとりあえずこれでね、サブストーリーは手にじゃないわ、クリアじゃないわ、条件をねクリアしたんで、いきますか先生のもとへ。いやあんまり呪い強くなかったな、てかあれそんなにだったな。なんかもっとな激しくダメージが入ってもいいと思うんだけどな。まあとりあえず多分闇の、違うか、シャープ先生のもとか。シャープ先生ってことは魔法薬学の教室の前に行けばいいと思うんで、ここかな、ここかな、いやここだね。レッツゴー。さーって帰ってきた。シャープ先生いる。シャープ先生に話しかければいいのかな今の会話。日中とかじゃなくて、いける、喋れる。あ、終わったか。終わりましたよシャープ先生。課題が終わりました。はい。おお、そうか、慎重に取り組んだ。やべえ、手間を惜しめば何事もろくな結果にならんからな。惜しんだ手間失敗惜しんだな。なんでこれレシピ買ってないこと怒られてんのかこれ。はい先生。いやもちろんです先生、バッチリです。はいはいはい。普段ならどうでもいいというところだが、君には万全の備えをさせたい。何言われんだこれ。才能と決意を合わせ持つ者は少ない。はあ、はあはあ、それを無駄にするのはなんだ、あまりにも惜しい。もっと決意を持って。ありがとうございます先生。取り組めと。あまり調子に乗るんじゃないぞ。厳しいなシャープ先生マジで。君のディフィンドを見せてもらおう。さあ、新しい呪文を覚えていく。ディフィンドってなんだろうなマジで。集中しろ。バツ四角四角三角。ディフィンドは危険だ。危険な呪文なんだ。了解。まあでもねこのね呪文を覚えるフェーズは失敗するはずがないので覚えていく。あ、攻撃呪文だ。ディフィンド。さあ覚えた。解除していく。よくやった。どうもありがとうございます。ディフィンドのコツを掴んだな。使いました。繰り返し言うが、うん、この教室で練習することを推奨する。了解。
君のためだけでなく他の皆のために。あ、あれか、あのマネキン相手にやればいいんですね。で、話せるな、シャープ先生と。シャープ先生、どうも先生、いいですか、おしゃべりしましょう。時間の用途にもよるがな。はい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 。あ、いいね、闇払い時代の話聞きたいね、やっぱり。先生の机で闇払いのバッジを見て、うん、その時のお話を伺えないかと思って。うん、きっと活躍したんだろうな。少しなら話をしてやってもいい。でも顔にも傷入ってるし、結構長年、うん、闇の魔術の異物を扱う恥知らずどもを追っている。うわ、恥知らずって言われてる。いや、ワクワクしますね、先生。いいですね。仕事って感じですね。まあ私は痛快だと、うん、闇払いじゃなくて、むしろ払われる側の闇になってるんですけどね。私は闇払いとして活躍し、活躍したんだ。だが、自尊心が強く謙虚さを知らぬ者は成功によってうぬぼれる。あ、なるほど。戦いでの過ち、その先生の厳しさは自分の過ちによって生まれたんだ。記録に残っている。なるほどね。私は同僚と共にスカボローの港で密輸を企む容疑者を追っていた。はいはいはい、密輸の容疑者は単独犯だと思っていたが、違ったのだ。なるほど。待ち伏せされていた。逆にね、船に一歩踏み込んだ瞬間、落下点取られたんだ。私はかろうじて逃れたが、あー、同僚、同僚は間に合った。なるほど。あ、闇払いってすごく危険なんですね。危険なんですね。あー、確かにそうだな。誰も生き延びられる保証などない。いや、多分同僚プロテコが下手やったやろうな、きっと。これは君たち全員に教え込まねばならん。なるほどね。魔法薬の違いなど気にならんだろう。自分で飲んでみるまではな。言えてますね。こういう経験があったから厳しい先生になっちゃったんだな、この人は。でもきっとその同僚はプロテコが下手だったんですよ、多分先生。舐めているフラメンコ君。オッケー、とりあえずこれで、呪文を入れ替えますか。これか、ディフィンド。遠くからぶっ、タイヤ敵を切りダメージを与える。え、強くね、遠くからしかも。しっかりと指示に従う生徒がいて嬉しいよ。え、これ大ダメージなん、さては。え、なあ、アクション、インセンリ、インセンリは近距離攻撃だけど、ディフィンド遠くまで飛ぶんだ。いって、でも投げ、ディフィンドは万能だが危険だ。はいはいはい、ただこれリチャージ時間バチ長いな。おい、動くな、なっけ、まだか。難しい。でもせっかくな、呪えるようになったからエクスペリアームスの方がいい気もするんだけどな。でもエクスペリアームスも大概か、大概ではあるな、このリチャージ時間の長さ。ちなみにディフィンド君は才能によってこう上手くなったりするか。ディフィンド、あ、あるね。ディフィンドは、なるほど、ターゲットを貫通して他の敵も切り刻むっていう熟達があるけど、まあ、でも一旦な、闇の魔術使い、闇のね、魔法使いになりたいっていう欲望はあるんで、ちょ、一旦呪いを重視するか。うん、一旦呪い重視のデッキにしますわ。オッケー、でも時間は、あ、だいぶ早いな。この感じだとメインクエストもやりますね、きっと。やれる気がするんで、とりあえずセバスチャンに会うか。うん。このな、メインクエストの報酬でな、これ、全部ばらされるのが結構腹立つんだけど、とりあえず、セバスチャンに会いに行こう。どこにいるセバスチャン。ガセイドの闇の中っていうクエストだけど、あー、闇の魔術に対する防衛術の教室のとこね。了解。じゃあ早速教室へ GO。 だーって、セバスチャンいるか、こんな夜更けにちゃんといんのか。あ、いるね、いるっぽいね。あー、いないわ。いないんかい、しょうがないな。じゃあ雑魚寝するか、ここで。あー、しょうがねえな、硬いけどな、地面。あ、おお、こっちだぞ。もう、な、なになになに、君はさ、なになんで待ってんの、逆に先に。喋らない、もっとちゃんと。よーっつって。来てもよくない、挨拶しても。まあいいか。セバスチャン、久しぶり。だな。うん。久しぶり。無事に袋がついてよかった。見せたいものがあるんだ。何教えてくれんの、ま、図書館でのこと。あ、そうだね。えらいフラメンコ君。当然、スクリプトはありがとうの5文字を言いましょう。乗り切る方法なんていくらでもある。乗り切れた、かぶってくれて。どうやって、本当にありがとう。探し物は見つかったか。サンキュー、サロー。うん。でも、見つかったものもあった。
ここでその話をするのはまずい気がするよ。そうだね。分かった。一旦ちょっともう少ししたら話そう。地下聖堂で。地下聖堂ってどこだ？知らない場所なんだ。ちょっと俺も知らないんだけどそれ。ついていけばいい？うん。オッケー。秘密の部屋に入る。オッケー了解。セバスチャンについていけばいいっぽいけど、抜け道？うわぁ！これ本当に先生知らないの？結構目立つけど。入りますか？じゃあ、スカ制度。レッツラゴー。呪文？おー！いや、うるさ。秘密の通路に入るときの音量じゃないんだけど。一人っきり？あれ？よく気づいたね。セバスチャンは？オミニスゴーントが見つけた。オミニスが？地下聖堂って名付けた。よく一緒にゴブストーンで遊んだよ。ガオミニス。妹の。え、ゴブストーンってあるじゃん。あの負けたら臭い言ってくれるやつじゃん。遊びが大好きでさ。負けると臭い目に遭ったよ。だろうね、なんか臭い唾をかけられるんでしょう。僕はこの場所を守るとオミニスに誓った。だから頼む。了解。僕らだけの秘密にしてくれ。セバスチャンの頼みは絶対に。誰も信じてないけど。裏切らないよ俺は。初めて会った日から僕だけは信じてくれた。裏切るような真似はしたくない。なるほどね。オミニスもやっぱりここにシンパシー通じ合ってんならこいつら。一度も見つかったことはない。了解。じゃあ私もその一員になれるようにね、ちゃんとしっかり秘密を守りましょうか。その前にここら辺の宝箱だけは漁らせてくれよ。誰が隠してた、誰が隠していたものかもしれないけど、一旦物だけは漁らせてもらう。いいね。あ、え、カジュアルな服で、おい能力高いぞ。早速着替えよう。カジュアルの服2個になっちゃった。じゃあ元のやついらないか。カジュアルな監督生の服で34の防御力か。いいね、いいじゃん。僕は知性っぽくなったね急に。 OK 了解。じゃあこれで宝箱あさり切ったんで食べろうぜセバスチャン。談話室であったからオミニスならわかる、うん、杖を使って城を回ってるのを見たよ。友達だよオミニスは。知らないけどな。オミニスは元から目が悪くて。あ、そうなんだ。彼の杖にはまるで意識があるみたいだ。オリバンダーが言ってる。じゃあ俺が序盤の方に、おい、なんだその杖って。それでこの場所を見つけた。いじってたの良くなかったな。家族の誰かが知ってたんだ。うん、良くなかったわ普通に。ゴーント家は秘密だらけだからな。他に話してる奴は見たことないし、ここに別の誰かがいるのも見たことない。やっぱり公式に不思議ちゃんなんだな、あいつ。特にオミニス。自分の家族やその秘密を嫌ってるとはいえ、なるほどね。あいつにとって、オミニスにも言いたくないんだ。もちろん。了解。初めて会った時、オミニスは家族の話をしてくれた。はい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 。嫌ってるは控えめな言い方だね。あれだよね。分かってくれたか。オミニスのご先祖様は、地下聖堂はこっそりの寮を開いた人なんだよね。ぴったりの場所なんだ。うん。詮索するやつはいないし。だからもう禁止された呪文を練習することだってできる。禁止された呪文？待って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 。爆発の呪文。爆発の呪文？先生たちは生徒に教えちゃダメな呪文だっていう。おいおいおい、それって闇の呪文？いやもうやろうぜそれは。やっぱバカバカしいな。覚えようぜそれくらい。正しい魔法教育なら全部教えてほしいね。全部知らないと。同じ意見だな。そうだよ。コンフリンゴみたいな。対応できないからな相手の呪文に対しても。危ないだけだ。ほうほうほう。禁止するんじゃなくて。しっかり教えるべきなのさ。確かに。本当は言うと相手にね使われたらもっと過激な魔法が好みなんだけど。おい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 、これは覚えるべきだ。なんで過激な魔法って。ここなら安全に教えられるぜ。セバスチャン、俺にも教えてくれないかその過激な魔法。いやセバスチャンとならなんか時間がかかるかもしれない。闇の魔法を僕の強い動きを真似て勉強できる気がする。コンフリンゴだ。コンフリンゴ了解。いいね、今回は2個も呪文を覚えられるね。 Z なんだなコンフリンゴは。まあ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 相変わらず間違えることないので、よし覚えた。爆発の呪文、今度こそ分かってきたな。いろんなものに実践の準備はできたか。危害を加えられるか。でも的は外すな。地下聖堂に傷をつけない方がいい。了解。 OK、 喋ってるところ申し訳ないけどなんかもう一個あるな。ボンバーだこれ。コンフリンゴね。今覚えたのはダメージを与える遠距離攻撃。この属性の攻撃で相手は数秒間ダメージを受け続け、あ、その間に衝突されると爆炎が発生する。なんだそれ、使い道ありそうだな。あの食材でやってみな。食材、うん、あるか。あるが、インセンディオみたいなのよりコンフリンゴの方が少し遠くに届く。なるほど。やればわかるよ。いや便利そうだな確かに。それは今まで俺はアクシオとインセンディオどっちも使わないと相手に自分のダメージ与えられなかったけど。コンフリンゴ
いいね。気分はどう？コーンフリングなら遠めに出せるんだ。これくらいになると結構離れてるよこれ。あ、いけんだ。いいね。ちょっともうちょっと離れてみるか。コーンフリングがどれくらいの距離まで使えるのか試したい。これだいぶ離れてるよ。30m。これどう？コーンフリングいけんだ。いいじゃん。インセンディオじゃなくてコーンフリングを使っていこうかな今後。セバスチャン、確かに楽しいね。楽しかったよ。もっと覚えたいね。初めてコーンフリングを練習した時、眉毛が焦げた。それは見たかった。いいな。このままじゃ終わらないって誓ったんだ。楽しそうだなその二人。あの魔法には病みつきになる何かがある。いやいいね、こういう呪文もっと覚えたいよマジで。まさにこういう魔法を覚えたかったんだ。もっと過激なやつを覚えたい。もっとあるぜ。似たような呪文をずっとここで練習してきたんだ。いいな。アントオミニスは分けてくんない？その知識。しばらく来てなかった。アンがいないと全然違う。妹さんね。妹さん気の毒に。お気の毒に。できることあるかな。今度フェルドクロフトに行くとき、一緒に来ないか。アンに会って元気を分けてやってほしい。会ってもいいの妹さんに。喜んで。ぜひ行きたい。いつ？会いに行くよ。絶対来ますよ。ホグワーツを恋しがってる。僕らの保護者。おじのソロモンと家にこもりっきりだ、ね、悪いがあいつとも会わないといけないな。あんたマグルか。そいつ新しい生徒との出会いが必要だ。了解。楽しみにしてるよ。いや楽しみそれは。うん。ところでそうね、さっきホールで話せなかったことって何なんだ。秘密を提供しないとね。どこから話せばいいかな。図書館で見つけたものは何か抜けてたって。そう前に言ってたのと関係あるんだろう。ポートキーとかグリンゴッツ、ランロク、何でもお見通しだね。というよりはまあうん、セバスチャンが思ってる通り、そうそう、もうちょっと深い事情がありまして。事情があって話聞くぜ。セバスチャンにさ古代魔術の話したらさ教えてくれとか言いそうじゃない。えでもこいつには全部言いたい。僕は地下聖堂のことで君を信じた。セバスチャンだけには秘密を共有したい。実は古代魔術の痕跡が。そうなんですよ。古代魔術、何を期待してたのか自分でもわからないけど、さすがに。いや見せてやろうぜこいつにも。そもそもどういう意味だ。知らないだろうなきっと。古代魔術の痕跡が自分には見えるってことだけはわかるけど、実際まだ僕たちはランロクがあの魔法を使いこなす方法を見つけたと思ってる。つまりゴブリンが人間の魔法を使ってるかもしれないって。内容わかんないよな。そして君の能力、そのおかげで同じ魔法が使えるってこと。まあでも自由に天候を変えたり、じゃあ分かった。枯れ果てた土地にね草を生やしてるとかできるんで。僕はずっと古風な魔法を調べてきたんだ。うん、助け合えるかもしれない。いいね。ルックウッドとランロクの両方に狙われてるわけだろう。爆発の呪いを練習する時間がもう少し必要そうだな。直接的な。好きなだけここにいていいぜ。許されたら呪文教えてくれてもいいんだよ。言わないこと忘れるな。任せとけって絶対言わねえわ。フェルドクロフトに行くならフクロウを送る。地下生徒から出るって言われてるけど、これも行くのかな。ウェルドクラフト、よし行こうぜ。じゃあ一緒にアンに会いに行こう。妹さんに。いいね。今後はじゃあいつでも来れるのかなこの地下生徒。さあ帰ってきました。いやセバスチャン、おーっとバレちゃった。そこにいるな。オミニスに。こんにちはオミニス、ちょうど談話室に行こうかなって。でも黙っとけって言われたよな。新しく入った5年生だな。そうです。今地下聖堂から出てきたな。あ、いや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 、どうやって入った。あ、いやどうしようかな。セバスチャンとオミニスはとても仲が良くて、あんまりセバスチャンに聞いたとか言ったらオミニスとの関係が崩れてしまう可能性もありますので、ここは、全責任を自分個人で負いますか。冷静な判断。いや たまたまね。ああ地下聖堂っていうのは。たまたま。そう、実は探索してて、なんか不思議な時計があったから。嘘をつくんじゃない。あれ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 、偶然たどり着けるような部屋だと思うな。違います。セバスチャンの喋ったんだ。この場所の言葉言うな。君の大切なフィール先生でも君を助けることはできないぞ。父は校長の友人だ。わわわわ、必要なら急に急に家計を利用するじゃん。ごめんって、誰でも言わんって。信じて、
ごめんね。絶対誰にも言わない。言わないから。彼はいい友達だし、うん、すぐ一番悪いって決めつけないでよ。俺の一番古い友人について君に教えてもらう必要はないよ。なんだこの三角関係。僕は分かってるよ。三角関係なんだこの三角関係。セバスチャンは揉め事を呼び寄せる。ああ。彼に君の助けはいらない。おい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 。仲良くやろうやオミニス。大目玉を食らうぞ。なんで？三人仲良くしようや。嫌われてるわオミニスに俺めちゃくちゃ。お。入ってくのか地下聖堂に。あ、入ってった。へえ。めっちゃ嫌われてんだけど。これさ、入れないのか。なんだ、入ったらオミニスと喋れるかなと思ったけど、入りはしないのか、俺こっから自由に。だよー。くっそー。コンプリンゴ、コンプリンゴ、やっべ、やっべ、できちゃった。できちゃった。妨害。やっべ。ちょっと待て。危ない。待って、もっと壊したい俺物を。これ壺は？壺とかはどう？うえー、ゴンブリンゴー、いいねー。こういう鎧は？ゴンブリンゴ鎧は強いね。あ、怒ってる。あ、鎧は強いわ。鎧くんは強いんだ。あ、いた。ゴンブリンゴ、ゴンブリンゴ、ゴンブリンゴ、ゴンブリンゴ。くっそ、あの亡霊ボコボコにしたいのに、自分が亡霊というのをいいことにして全然当たんないわ攻撃が。この噴水とかどう？あー無理か。ものによるな。あんまり威力ないのかこのフリンゴ。これはなるほど、こういうインタラクトできる触れるものレパールに関しては壊せるんだ。なるほどね。こうやってこう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 ね、白い枠が出て触れるものに関してはうん、コンプリンゴ壊したらできるんだね。レパーロ、レパーロ、オッケー、やった。じゃあ今後はもっといろんなところに攻撃ができる。嬉しい。びっくりした、今貫通した気がするけど、まあいいか。さすがにこれは無理か。さすがにこれは難しそうだな。はいはいはい。あんな人信用するんじゃなかった。まだ言ってんのかクレシダ、お前。コーンフリンゴ、コーンフリンゴ、コーンフリンゴ、オッケー。ボコボコにしちゃったわ。やばい、めっちゃ怒ってる二人とも。嫌われてるフラメンコくん。まあしょうがないか。畜生だからなフラメンコくん。オッケー。じゃあメインストーリーもね、一つは進んだということで、もう一個あんのかなメインストーリーが。はいはいはい。これとあともう一個ね、実は探索中に見つけたウエストがありまして、よいしょ、ワールドマップのここ、うん、まだ行ったことがないアランシャイアっていう村落、ここになんか逃亡者と遭遇できるサブストーリーが存在するので、次回はまあこの、うん、遭遇、逃亡者と遭遇しつつ、かつメインストーリーの必要の部屋っていうね、ウィーズリー先生に会いに行く、この2つを、進めていこうかなと思います。じゃあ今回ここまで、また次回お願いします。ありがとうございました。